よーし、ゲームやっていこう。よーし、ドラゴンボール大魔王復活。さあ、カリントついたよ。さあ、行こう。プシッ。聖地カリンです。ドラゴンボールを集めた悟空がやってきました。さあ、集めたぞ。割とパパッと集めたの。森、ん?カリン、カリンの森です。移動します。東に行きます。で、これで塔に行くと。あ、でもさ、あ、いや、如意棒があるから、これ、神様に会えるんじゃね?カリン島のてっぺんです。カリン様がいます。話す。よく聞くんじゃ、南の果てに、秘境コンペイというところがあってな、そこに魔族を倒す三つの力があるんじゃ、あ、三つの宝があるんじゃ。そこに入るための鍵となるのがドラゴンボールじゃ。入り口にある聖なる台にボールを置いて、お主の如意棒を使えば、シェンロンが秘境コンペイへ案内してくれるじゃろう。おお、完全にオリジナル。あー、これ多分一緒かな。これ何回聞いても一緒だから一回聞けばいいかな。じゃあ、南の果てに行きますか。こういうちょっとめんどくさいところは昔のゲーム風だよな。でも早い。じゃあ西戻って出ると。これ出るからな。出るというね、コマンドがね、安心させる俺を。悟空は秘境コンペの前にカメハウスへ向かった。え、カメハウスへ向かうの?カメハウスへ向かうの?まあ倍速でガンガン行きますか。まあこのちっちゃい数字をガンガン使って、あー、間違えたけど、うん、ダメだね。間違えてるね。まあガンガン使っていきましょう。あ、もうこれ辺は A 連打でいいか。連射パッドがあるんで、連射パッドで、お、どうだ、伸びろ!如意棒!如意棒!ちょ、待てよ。カメハウスってどこだっけ?まあ、いっか。倍速でね。倍速でもう、適当に、連射パッド使ったら勝てるね。橋剣、よし、いいね。逃げた。ここ、力やったら海底に行くんか?まあ海底でもいいだろ別に。海底で行っても別に、まあ大して問題ないよ。なんかイベントがあってあだこうだみたいにならんやろな、多分。あ、カメカメはいいね。95食らったの今。で、これをこのまんま、こう行って、で、そのまま行くと。お、いいね。いいじゃん。ただ、南に浮かぶカメハウスです。カメハウスの中です。押し入れとバスがありますと。まあ、調べて、まあ、何もない。まあ、話すかな?ウミカメ。ブルマ。カメさんに。秘境コンペイが、わしも昔、カリン様に聞いたことがあるわい。よし、悟空。気をつけていくんじゃぞ。悟空は、打倒ピッコロのために、秘境コンペへと向かうのだった。どこにあるか教えてくれないの?いや、多分これでもう移動して、ドアに行こうか。あ?ちょっとマップ見るか。わかんねえ。秘境コンペってどこだ?で、右は海底、右上の一番上は、かりんとう。左下?一番左下?ちょっと待って、もう一回入れんかな?いや、入れんな、これ。キャンセルして、まあ、これ倍速で、左とりあえず行ってみようか。まあ、とりあえず行くことが大事。ああ、なんかそんな、それっぽいじゃん。全然それっぽいじゃん。し、まあ、この辺も、あ、でも、ん?これなんだっけ?あ、西の都。ここ西の都だよな。ねえ、こいつら。倍速で、30残像剣。こうして、こうね。多分こっちに行けば、行けると思うけどね。最初あんまり覚えてないんだよな。どんなんだったっけな。あ、なんか、ジンベやったっけ?ジンバルおるやん。ここか?今日は左下。
うるさいな。お、シェノいいね。あれ？ここはただの橋か。では倍速でガンガン行きましょうか。ここで敵がめちゃくちゃ強いとかだったら、あー、ん？こいつタンバリンじゃん。あ、死んだ。タンバリン死んだ。タンバリンじゃん、死んだ。ここかな？敵強いもんね、普通に。お、いいね、ヒヨコンペイです。悟空は魔族を倒すための3つの宝を求めてやっていきましょう。いいね。やっぱこっちだったんだ。マップじゃちょっと分かりづらかったけどね。左下かなーみたいな。すげえ疑問やったな。険しい山道です。まあ、とりあえず調べて、特にないと。じゃあ進んでいこう。ウクレレ来た。ドラゴンボールよ、こうせと。はあ。まあ、ウクレレなんて、倍速で終わりです。お前なんて倍速で終わりです。はい。はい、終わりと。はい、終わりと。ええー、あ、じゃあもう倍速で。あ、待って。倍速で戦っていこう。よし。で、これでガンガン行こう。あ、レベル7じゃん。結構強いじゃん。もうこっちレベル11だから、もう多分適当にやったら勝てると思うんだよ。よし。はい、終わりと。はい。ま、これはね、敵は弱いんでね。ガンガン行っていこう。調べる山。道。じゃあ進む。聖なる大の伝道です。で、調べて山、道、伝道。大きな建物です。じゃあ進む。伝道の前です。門。異常はありません。使うドラゴンボール。でるってるってる。悟空がドラゴンボールを掲げると門が開きました。入ります。聖なる台へ通じる階段があります。まあ、とりあえず調べて、まあ、特にないか。よし。ドラゴンボールがね、眠ってる可能性があるからね。ドラゴンボール7つ揃ってるけど。聖なる台です。立派な台です。移動、ないね。階段。これガンガン進んでいい感じだと思うけど、一応調べて何もありませんと。じゃあ移動しよう。ここよく見ると、台に7つの印がついています。使う、ドラゴンボール。悟空はドラゴンボールを印に合わせておきました。いいね。なんか、いや、そのさ、感じだとさ、今からさ、ビリヤードする感じじゃん。1、2、3、4、5。ん ?1、2、3、4、5、6、7。調べる台。カリン様が、如意棒を使えと言ってたな。使う。伸びない如意棒！僕が如意棒を持つと、棒が伸びて、手前のボールを勢いよく突きました。ああ、完全にビリヤードじゃねえか。すると、強い光が天に昇っていきました。あ？ルル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 ルーシェンロンさあ、願いを言え。あ、めっちゃ似とるわ。シェンロンだ。卑怯、コンペ。導いてやろう。わー、天に向かって階段が現れました。階段も調べる特にないと。じゃあ移動、階段。天に向かって伸びる階段です。特にないと。ここら辺のさ、オリジナルのところはすげえ好きやな。このゲームオリジナル。階段が雲の中に通じています。じゃあ、登っていこう。卑怯コンペが現れました。来たね。あれがアースやな。あ、アースやったっけ？ガイアか。何やったっけ？ワンピースの出てくる、空島のなんか土の名前何やったっけな。なんか言いよったんだよな。もう忘れたけど。秘境コンペの入り口です。井戸入る。すごいジャングルです。すごいジャングル。ウクレレが現れました。死ねこぞ。雑。すぐ死ねって言うやん、こいつら。まあ戦ってやろう。相手のレベルは4か。じゃあもう倍速でいきましょうか。こんな負ける要素も全くないから、意味わからんから、今更レベル4って。よし。で、すごいジャングルですと。こんなんこれ一生出てくる感じかな。まあ、とりあえず一瞬でぶち殺して、はい。あいつは124くらったから、6回死んでます。進もうか。
あー、なるほどね。調べたら出てくるんだ。じゃあ、まあ、とりあえず戦って、あ、でもここでレベル上げとかやったら、結構ガンガンいけるんだな。レベル6で、レベル上げする必要性もね。じゃあ、移動で進んでいこう。これ、調べたらさ、また戦うの？あー。あ、戻るになっちゃうんだ。なるほどね。じゃあ、戦う。まあ、こいつも多分レベル、あ、レベル5、ゴミ。ゴミです。あ、終わりです。倍速で倒すと。すごいジャングルです。これ進んでいいよね。険しい道です。道、崖。特にないと。分かれ道。あー、分かれ道か。久々だね。じゃ、ここで一旦セーブして。セーブはね、しないとね。じゃ、左。大きな岩が崩れています。これはいけない。カメカメハーでもいけないと。カメカメハーはそもそも使えない。あ、登る！岩の上です。てっぺんの岩に穴が開いてます。お、如意棒！如意棒を別に、あれなんだ。置いてるわけじゃないんだ。悟空は穴に如意棒を刺してみましたが、何も起こりません。本当に？本当ですか？嘘じゃありませんよね。いっつも俺騙されるからな。じゃあ、ないな。じゃあ降りるか。これ多分戻って、これ右だな。大きな裂け目があります。裂け目。悟空なら簡単に飛び越せそうです。じゃあ移動して、ジャンプと。行き止まりです。ジャンプ。大きな裂け目があります。あ？ああ、行き止まりなんだ。は？あ？中に降りていけそうです。いや、何？中に行けよ。いや、行けよ。ああ、裂け目。裂け目の中です。降りて、地下の川、地下の、地底の川です。乗るものがないと先へ進めません。あ、マジで？嘘？お前、泳げや、お前。え、マジで？え、待って。ああ、もう戻るしかないんだ。ジャンプもないよな。え、これどうしたらいいんだ？と戻って、もう一回左行って、もう一回如意棒。あー、ダメなんだ。じゃ、これ完全に戻らないけん感じかな。なんか、あれかな。カメハウスとかに行くんかな。これ全部戻るの？入り口。うわー、これちょっと。うわ、これちょっとわからんな。これちょっと全部降りてみて。うわ、これめんどくせえ。あ？あー！いいね。こういうね、これ多分一番階段の下に来てると思うんですけど、もう下行けない。なら、ローラー作戦です。これが俺の必殺、ローラー作戦です。全部調べる。何もないね。よし。で、こういうところにイカダかなんかがあったりするんだよな。全部調べて、いいね。あ、間違えた。ここ調べられん。ここで調べたら、死ね小僧って言われるけど、なるほどね。もう戦うしかないね。調べてしまってこいつが出てきたら、もう戦う他ないんだな。ここで調べて移動、あー、もうダメなんだ。じゃあ、もう一回こいつは全員ぶち殺して、もう一回ぶち殺して、移動して進んで、もう一回調べたら、あ、木にバナナがなっています。取る。調べる。して、もう一回戦って、まあ、一応ね、一応もう一回調べて、まあ、ぶち殺すと。あ、逃げたね、よし、OK。で、進んで、タンバリンがいるけど、戦うと。なんタンバリンがおったんだ。ちょっと倍速で、あれやったな。多分戻ったのかな、ちょっと。進んで、調べて、バンジョーがいる。
あら、あ、戦うが左上にないんだ。左下にあるんだ。だけあれか。よし、OK。で、調べて、あー、調べちゃいけなかった。こいついっぱい出てくるじゃん。調べずに進むと。レベルがものすごい。進む、よし。険しい山道。バナナ？ここ調べて、まあ、一応全部調べるしかないよな。調べて、調べて、じゃ、これ、先に左行くか。多分、左は意味ないと思うんだけど、ああ、何もないね。じゃあ、登って、調べて、使っても意味がないね。うん。じゃあ、降りてみて、戻って、これを右に行って、で、ここで多分、いろいろやると思うんだけどね。まあ、特に何ないか。ジャンプで奥行ってみて、お、来た、なんだ、さらにあるぞ、来た、進んだぞ、よし、よし、進んだ、セブよ、調べて、お皿、身が、磨いてあるぞ、誰か使ってるみてえだな、使う、バナナ、あ、悟空がバナナをお皿に置いてみた、なんか出てきた。コンペ様が現れた。バナナうまかったぞ。お前、僕と試合する。勝ったらいいものやるぞ。絶対イカだとかそういうやつ。ゾウじゃん。コンペ様ゾウじゃん。お前ガネーシャだろ、完全に。対決。何枚？あー、レベル8。5枚にすればよかった。めんどくさかったけど。ダメだ、ニャイバー！あ、ニョイボーって必殺技じゃないんだ。なんか必殺技のやつかと思ったら、レベル34のダメージ。すげえな。じゃあ必殺は？うぃー。橋剣か。ニョイボーの方が強そうだな。32。あと4。いいね。じゃあこれで連。連を連で。連剣で。いいね。これ終わり。あー、これはいけた。7。コンペイ様をやっつけた。コンペイ様って書いてるのにやっつけたっておかしいけどな。100。だいぶもらったね。お前、強いな。聖なるハンマーやる。聖なるハンマー取る。あ？バナナとお皿。バナナとお皿とハンマー。裂け目。これで？中に降りていけそうですで、下に行けないんだ。あ、先も行けるじゃん。で、一応調べるけど、降りると。で、使う。お皿。あー、なるほどね。まず調べよう。まずは調べよう。よし、じゃあお皿使おう。悟空がお皿を川に浮かべると大きくなりました。なんでやねん。これに乗っていこう。関西弁出たやん。なんでやねん。なんでやねん。で、これで進むと。滝になっています。グズグズしてると落ちてしまいます。あー。まあ、グズグズするけど、何か使い棒であれば落ちなくて済みます。あー、先に調べてよかったね。じゃあ、尿意棒で。僕は尿意棒を使ってうまく止まることができました。おー、いいね。じゃあ、これで、お、待て。じゃあ、一回セーブして。登る、進む、戻る、川の中、どういうこと？めちゃくちゃいっぱいある。移動がいっぱいあるな。川の中はどう？海の底です。カッパが現れました。話す。何か食い物ないか？渡す。バナナの皮。悟空はバナナの皮を渡すと、そのお礼に真実のメガネをくれました。急になんかもらったな。なんか音が怖いんだけど。使う如意棒で移動する。川の中行ったから、ここで登る。崖の間です。うん、左の崖、洞窟があります。めちゃくちゃ広いな。洞窟異常はありません。そして入る奥の間です。
え、調べる。特にないかな。うん、釘のようなものが出ています。で、終わりか。使う。お、聖なるハンマー。で、コンペイ様の像がたくさんあります。え、全然わかんねえ。僕を見つけられるかな？え、どういうこと？じゃあ使う？真実の。ああ、なるほどね。これで、先に真実の模様を俺取っちゃったんだな。メガネをかけると像が一つに割りました。スムーズにいくね。よく見破った。お前、僕と試合する。勝ったらいいものやるぞ。いいね。一応調べて、まあ、特にないと思うけど、まあ、まだ行ってないところ多分いっぱいあるんだろうけど、一本道で進んじゃったな。大丈夫かな？とりあえず5枚で、まあ、とりあえず適当に強い順でやっていこう。まあレベル8だから、まあ、負けることはないと思うけど、ただ HP が結構近いんだよね。巨大神拳だ。31。わ、結構食らったな。やばい。うわー、やばい。ニョイビ剣。14。防御が高くてよかった。うわー、何剣？巨大神拳だ。あ、やばい、2しかない。あと1。え、絶対負けたじゃん。ここまで来て？え、急に負ける？嘘やん。58。あー、悟空はやれてしまった。ゲームオーバー。早い。出たな、この画面。この見分け、あ、これどっからかな？あー、川の中はもう、あれかな、真実の目。あー、渡す場のかな。あー、まだ、真実の目もらってないね。特にないから移動で戻ると。で、これで、使う如意棒を、移動を、登る、左のところに、入ると。わ、他のところ行ってないけど、まあいいやろ。で、調べる、で、釘のようなものがある聖なるハンマー。あー、戻っちゃった。で、使う聖なるハンマー。で、これで真実の目。で、コンペ様が来るからこれセーブ。よく見破ったお前と試合する。勝ったら今のあげる。勝負だ、コンペ様。まあ、とりあえず、これね、5にするとあんまり良くないような気がするから、2枚で勝負すると、はい。悟空の攻撃。コンペ様は攻撃を交わした。意味がわかりません。相手防御7やったんか。結構高いな。うわ、また防御7じゃん。ハッシュ剣食らう？おー、いいね。32。おー、だいぶ食らったね。同じ数字でもだいぶ食らったね。やっぱレベルが高いかな。まあ、2ぐらいにしとって、棒と、いいね。伸びなきゃ今！ダスコーン。いいね。何本？ 18。あー、そんな食らわないんだ。で、巨大神拳だ。こいつ強え。うわー、なんか出ろ。いいの出ろ。いいの出ろ。結局、運ゲー。よっしゃ、完璧だ。必殺連動終わりだな。イエーイ。三十残像剣だ。なんか、ベジータの声みたいな。三十残像剣だ。悟空の会心の時期、60のダメージ。強い。修行120、いいね。相手が持っていたごちそうを食べて、帰るか回復したと。いいね。いいっすね。超いいじゃん。お前、強いな。聖なるリングやる。感謝しろよ。あ？聖なるハンマー、聖なるリング。これが宝か。なんか3つの宝がアーダーコード言ったもんな。じゃあ戻って、調べる。降りて、間、崖。あ、右の崖は？崖の上です。登る。おー、次があるんだ。うわ、すげえ長えじゃん。じゃあ進んで、分かれ道。うわ、めっちゃ長え。大丈夫かな？道。崖。特に何もない。じゃあ左で。あ、あれさっきとなんか一緒じゃねえか？使いますか？登る。調べる。使う。匂いを。あー、本当にない。あ、
悟空は聖なる如意棒に聖なるリングを投げ込んだ。岩が消えて石板が出てきました。なんかええ連打しちゃった。如意棒な、あだ、なんか何回も調べようと思ったら来たね。これです。なんか書いてあるけど読みねえ。読めねえの。使う真実の目。僕は真実の目をかけると文字が読めました。おとぎのようなかとかめざしたよ。したこよ。ん？山が割れ、大神殿が現れました。すんごい大規模。コンペイの大神殿です。急に出てきた。マシンゴーとかそんな感じ？大神殿の入り口です。ブレストファイヤー出た。コンペ様よく来た。お前強い。あー出たよ。これで3つ目かな。僕の試合して勝ったらいいものやる。その使い方を教える。うーん、じゃあ戦いましょう。コンペ様、じゃあここでセーブしようか。コンペ様の対決だ。カード4枚挑んできた。レベル9。さっき結構負けたもんな。じゃあレン、レン、ケリー、ケン、必殺、うっしゃい、連続攻撃だ。はい、避けられたと。まあ、相手の防御が7だったから、まあ、高いよね。うーい、お互いに隙を、危ない。お互いに隙を見ている。で、うわ、巨大神殿だ。結構食らうんじゃない、これ。防御2だもん。うぃ、食らいすぎ。20しかない。あ、でも、必殺があるから、だいぶいけるんじゃない？相手の防御は5。30残像剣だ。だいぶ食らう。60ぐらい食らう。60ぐらい食らえ。会心の一撃。87。一撃。これ30残像剣強いな。カメカメハヤより強いんじゃないか？僕の修行150アップした。僕は相手が持っていた先祖を食べて。相手先祖持ってる。カリンと言ってるこいつ。カリンと言ったことある。お前強い。聖なる道義をやる。これ切れば少々の攻撃痛くない。聖なるリング頭にかぶる。これとってもおしゃれ。聖なるハンマーで要求を叩けば壊せる。お前もう用ない。早くピッコロの館へ行け。あ、もうピッコロ？うわなるほどね。うん、よくわからんけど、なるほど。じゃあ、これでピッコロ行くんかな？じゃちょっと倍速で、まあ、ピッコロのところ行ってみる？まあ、レベル11だから、もうこの辺はま、全部倍速で、多分敵がガンガン死んでいくから、あ、しかもレベル12になったな。で、ここ本当意味ないよな。でここもガンガン行って、あー、もうこれは敵が雑魚になったな、急に。あ、そっか、下のやつはあれか、最初のマップかな。あ、ちょっとマップ見る。マップ見て、おー、多分これ左上。あれ、でもピッコロのマーク。あ、待って、カリン島のさ、カリン島右上なんだけど、左こう行って、もう一回左になんか通路できてる気がする。けど、俺はとりあえず左に行く。多分左行ってないのかな？とりあえずここ行って、で、ここ行って、で、ここ行って、あ、この左上なんだっけな？全然覚えてないんだよな。あ！ほら、行ったことないじゃん、絶対。うわ、あと2歩なのに。よし。さあ。このアイテムって何なんだ？味方のアイテムって何なんだ？あ、味方のアイテムって多分、あれだな、多分普通のアイテムかな。ここは、ここ何も意味ねえんだ。じゃあ、あそこ行くか。あの新しくできた感じのところ。もう倍速でガンガン行って、結構敵出てくるね。
まあレベル上げもできるしな。あの左下のさ、あの左下の、うん、全然見えんし。ちょっと待って。うわ、画面映らんし。画面が。あの左下のあのピッコロのあの顔何なんだっていうのを言いたかったのに。まあいいだろう。まあ、とりあえず行ってないところを行くか、あそこね。ここ遠いな、結構。これ遠いのも多分あれなんだろうな。重要なんだろうな。で、ここもガンガン進んでいって、あー、これね、うん。多分ここも多分な、別になんもない。カリントンも別になんもないから、このまま行っちゃっていいよね。あ、たださ、下のところまだ行ってないな。行けてない。そこの下。あ、いやー、絶対あれじゃん。こっから行くパターンじゃん。ここね。ピッコロの館。あ、ここがピッコロの館なんだね。3つの宝を手に入れた悟空がやってきました。ピッコロの館です。そしたら調べる館。怪しい雰囲気です。森。怪しい雰囲気です。うん。はい。館の中です。柱は異常ない。床も異常ありません。壁。壁もない。じゃあ、進むかな？進む前にちょっと待って。よーし。今30分か。うわー、これさ、中途半端にさ、終わりそう。最後の、動画だけ、もしかしたら長いか、めっちゃ短いかのどっちかやな。てかもう繋げる可能性もあるし、切る可能性もあるな、長すぎたら。よし、じゃあ、とりあえず進みますか。館の中です。調べる、特にここはないよね。し。館の中、調べたっけ？よし、じゃあ移動しよう。進む。オルガン、魔族に逆る、不届き者めが、セビショウ。戦うと。オルガン。オルガンは戦士、ドラム。あ、来た、ドラム。死んでもらうぜ。ジャイアンみたいな顔してんな。こいつジャイアンだろ。カードの2枚を処分。まあ、ここら辺は弱いから、まあ、倍速で、いいんじゃないかな。終わってる。調べる。柱。不気味な柱です。回す。床。壁。じゃあ回してみようか。柱。柱を回すと扉が開きました。使う。まず調べる部屋。悪の根源である要求があります。これ整備しとこうか。これ、尿棒を先使ってみる？尿棒で要求叩くとすごい勢いで弾き飛べた。あー、ダメ。かなり受けました。4しか食らってないけどね。聖なるハンマー。悟空が聖なるハンマーで妖怪を叩くと飛び散って魔族に殺された人たちの魂が飛び散っていきました。クリリーン！悟空助かったよ。これで魔族に殺された人たちも生き返るはずだ。逃げろ。この館も崩れ出すぞ。戻る。館の中です。けど調べる。けど調べる。急いで調べて、急いで。あ、間違えた。間違えて進んじゃった。可愛い女の子。全然可愛くない。私に構わず早く逃げて。待って、もう一回さ、もう一回進んでいい？あー、変わんねえんだ。これさ、なんか今まであった、俺が今喋ってる時に、館、ピッコロの館壊れていっちゃった。俺が喋ってる間に。ピッコロの館壊れた。館とともに悟空は潰されたゲームオーバー。ああ、なるほどね。これ聖なるバリアね。なるほどね。そんなんがあるね。ちょっとさ、可愛い女の子は、ちょっと、もう一回見よう。ね。で、戻ると。見てからの戻る。これもう、戻っていいだろう。館のピッコロの館が壊れていきます。哀れ女の子。あ、哀れ女の子の女の子は館の近く。
女の子助けるなんてじゃん。せっかくいろいろ調べたのにピッコロの館があったところです。移動出る。ああ。悟空はピッコロ大魔王を倒すべくダークキャッスルへ向かった。あ、ダークキャッスル。あれじゃない？あ、ホワイトハウスのところだろ。ダークキャッスルになっちゃった。ダークキャッスルになっちゃったんだ。なの大統領がおるところ。まあこの辺のカードは別に、まあ、どうでもいいかな。もうここら辺はガンガン進んでいって、まあ負けることないんで、えい。よし、着いた。あ、ここで一回セーブする？ダークキャッスルです。ピッコロ大魔王を倒すため、悟空がやってきました。もうこれ完全に最後じゃん。ドラム、魔族の恐ろしさを思い知らしてる。お前ゴミなんだよな。お前ゴミだから、もう倍速で。ダークキャッスルです。じゃあ調べる周り。お、天津飯。いつでも付き合いするぜ。いいね。声優さんがいい。下のそばにペンライトが落ちています。じゃあ撮ります。ペンライト。あ、てか、マフーバーは？マフーバー。ダークキャッスルの入り口です。あ、じゃあ、これあれなんだ。ピッコロの、ピッコロ大魔王とまだ決着がつく前にこのゲーム、もしかして作ったんだな。アニメのね、アニメ放送的に。ダークキャッスルの中です。異様な感じがします。進む。ダークキャッスルの中です。異様な感じです。あ、待って。なんかあったよ。ちょっと戻って。右。進む。いやいや、まっすぐ行きます。男はまっすぐよ。左。調べる周りは、レリーフにすると、すごい衝撃を受けた。使うペンライト。ペンライト、十分に意味あったな。毎回毎回調べてよかった。じゃあ入ります。レリーフの口の中です。周り、異様な感じです。進みます。階段です。周り。まあ、これも調べても意味ないかな。ずっと奥まで続いてます。降りる。地下通路。長い。うわ、ここはきついぞ。ここはきついぞ。絶対きついじゃん。ピラフ城じゃん。まあ、とりあえず、あ、でもあれだな。一本道だな。お、一本道じゃん。いいね。ピラフ城より楽じゃん。あー、分かれ道来ちゃったよ。じゃあ、右からで行きましょう。あー、三本道になったね。じゃあ、まっすぐ行こう。うわ、これ迷うぞ、絶対。うわ、これ絶対迷うやつじゃん。とりあえず右行って。うわ、これ絶対迷う。これさ、一周回りそう。あ、これさ、左行こうか。右行った後の左ね。おぉ、扉がある。うん、ザビショ。大丈夫かな。バー、タンバリン、最大パワーの勝負。最大のパワーで勝負してやる。移動出る。ないわ。タンバリンとの対決。うわ、レベル6か。なんだよ、レベル6はいいわ。うん、ゴミだわ。お前は戦う価値もないわ。倍速で終わって、45の授業アップした。薄暗い部屋。あー、出るしかないんだ。じゃあこれ進みまくって、まあ、とりあえずこのエリアのところは全部回っていきたいね。で、タンバリン全員殺して、タンバリンを全員殺して、エンディングです。ピッコロ。もう移動はこれ適当にするしかないね。もうわかんねえわ。俺もわかんねえ。俺が今どこにおるんかさっぱりわからん。これ右行こう。うわー、これなんか右曲がったらさ、一周回りそうな気がするんだけど。行き止まり。これまっすぐ行って、これ一回出るような感じになりそうやなーと思ったら違ったね。超適当。大丈夫かな？こんな適当でいいかな？いや、俺はまっすぐ行こう。まず、魔族の力を見せてやる。お前、レベル6とかやったらマジで倍速やから。レベル7でも倍速やわ。でもゴミがさ、どんどん現れるんだけど。何これ。やっぱちょっとレベル上げすぎたかな。まあいいんだけど。うわ、負けそうな気がせんこともないけど大丈夫かな。はい、勝ち。は
はい、カチ。薄暗い部屋です。出る。待って、ここでさ、持ち物さ。これ仲間、能力の、まあ、仲間って、使えるわけじゃないよね。これ何なんだろう。これ能力アップかな、もしかして。運が上がるとか。わからんな。一回これでセーブして。じゃあ左に曲がって、で、これ右行って、あー、行き止まりね。あ、でもこれなんかいい感じだな。そろそろ、なんか、上の階段がありそうだな。タンバリンも、ジャイアンも倒したから、多分、上に行ける道が、行き止まりのところが、階段が増えてるような気がせんこともないけど、これまっすぐ行ってみようか。ないですね。これまっすぐ行ってみようか。あれ？これなんか、回ってる気がする。これ絶対回ってるわ。ここはあえて回って、これ右に行くか。これ着くんじゃない？あれ？あれ？着かないね。何もないね。まあ、でも適当に、うわ、これでも回ってそうやな、これも。これ右行こうか。うわ、これでも全然ダメだね。うわ、これわかんねえ。どこに俺がおるのかわからんな。じゃあこれ右行く？あ、扉。あー、行きたいところ。だからまっすぐ行って。うわー、これはきついぞ。迷宮迷路だ。迷宮、迷宮迷路やな。迷宮迷宮、迷宮迷宮、迷宮迷宮迷路やな。あー、くっそ。マジくそじゃん。これ左で。うわー、こういうところカットしたくねえなー。うわー、これ全然わかんねえなー。なんか絶対ね、適当なところで、うわーみたいなのあると思うんだよ。適当に進んでいけば。うわー、ないなー。マジで、全部オールカットかな？もしかしての。きたー。階段やっぱりあった。おそらく、あれだ。行き止まりのところが階段増えたような感じな気がする。じゃあ進もう。階段です。よし、セーブするか。やっと来たわ。調べる周り。異様な感じです。ずっと奥まで続いてます。うわー、これ一緒なパターンか。これはめっちゃ時間かかるぞ。なんか一回、なんか出口とかに出たら分かりやすいんだけど、ずっとね、同じ感じなんだよな。それがな、ちょっとな、これ右行く？右行って、うわー、あ、これまっすぐ行って、まっすぐ行った後に、うわー、まっすぐ行ってなんか、行き止まりやったら後ろに行こうとか思ったけど、道が続くね。あれ、これもしかして、来たことあるところ？うわー、カットかな。来た、扉。シンセサイザー死ぬ。また雑な感じ。レベルは7か。7やったらまあ倍速でいいかな。カミカミハーで一撃で死んで146ぐらい食らっとったな。薄暗い部屋です。うわー、でも何もないんだ。うわー、せっかくここ来たのに。あ、でも2階っていうのは、なんかあったな。完全に敵が違うもんな。これ左。これなんかつきそうな気がする。これいけそうな気がする。うわー、ほら、階段来た。なんかいけそうな気がする。気がしたんだよな、階段。まだ続くか。ちょっとここでセーブして、もう一回降りると、地下通ると。もうついてほしいけどね、そろそろ。もうこの、これ飽きたわ。この画面飽きたわ。あれでもいいね、一本道。この一本道いいよ。じゃあこれを左に進んで、一本道、一本道、お願い。お、いいね。ちょっとセーブしようか。
もうこれ全、これ完全に大丈夫。これ完全に、これピッコロ。これピッコロ。はい、違う。あ、でもこれ後ろ、これ進むでいいよ。これ進むめっちゃいいよ。今のところ、うわー、今のところ全部いけとったのに。急な3本。いや、これまっすぐ行こう。これ右とか左とか、うわー、あっちゃったー。あっちゃったねー。うわー、じゃあこれ左で。お、扉。うわー、なにー。何も変えない感じ。だがしかし、こうまっすぐ行くと、うわー、行き止まりかー。きつい。これまっすぐ行きたい。うわー、なんだこりゃー。なんだこら、なんだこのゲームは。うわー。あー、ドツボにはまっちゃうよー。これ、ま、回ってる気がする。こうやって右で行っておくと、これ回ってるよね、完全に。あー、じゃああそこ左に行く。左に行くべきやな。で、これ右行って、これまっすぐ行った時のここで左。ここね。で、これを右に行こうか。したら、行き止まりと。うざー。あ、でもこれ敵いるんじゃない？まっすぐ行ったら。あれーまー。あれーまー。まっすぐ行ったら、あ、扉！薄暗い部屋。もうやるみますな。この音楽がもうなんかすげえ嫌になってきたわ。ああ、間違えた。くぅ。お、あ、これ戻りようにちゃうんかな。これ下に行く階段。違うね。じゃあ左で。これ右で。あーっと、これは。あ、わかんねえ。どうだ？どうだ？来たか？これ一本道よ、今のところ。来たか？来ちゃったか？来たか？一本道はなくなっちゃったね。ちょっとカットかな。来たー。やっと着いた。左手の法則使っちまった。結局左手の法則とは必ず、あ、なんか真ん中に、真ん中になんかこう、なんか正解の出口とかがない限り絶対に出口に着くという左、もうずっと左手で、もう左をずっとやっていくという非常意。セーブしよう。何言っとるかわからんな。要求に蓄えた人間どもの魂のエキスが大魔王様に若返らせます。うむ。よし、なぜそこでマスを切った？あ、これだ。このアフレン。パワーの勘だ。若返ったら、いや、もうドラゴンボール使えよ、ちゃんと。お前、ドラゴンボールで若返るんだろ？命知らずのバカが消えたが、ちょっとだけ遊んでやろうわ。よし、じゃあ、ステップ、戦いましょうか。爆力魔法使うの禁止ね。爆力魔法は痛いから。ピッコロ。来たー、ピッコロ大魔王との対決だ。まあ、俺に勝てるんか、お前、レベル何本？カード2枚を勝負。うわ、レベル13だった。強い。完全に強い。運ゲーに持ち込むかな。レトルフリークスがあるからね、大丈夫。俺はレトルフリークスで負けません。爆裂魔候補。うわ強烈な一撃決まった。121のダメージ受けた。ここはやってみて、ゲームオーバープール。笑っちゃうほど強いぜ。なるほどね。お前な、調子飲んじゃねえよ、お前。蹴り。43。あ、まあ、そんなに痛くはねえかな。で、おい。悟空の攻撃。ピコロ大魔王、攻撃をかわした。ピコロ大魔王の攻撃。67。一発も与えれんだけど。よし、じゃあここでセーブしよう。お前の、俺の倍速を見せてやろう。絶対負けないから。俺倍速があれば。よし、8受けた。よし、よし。あー、かわしたか。ここで一回セーブし、ここで一回6にセーブして、
2で、これで必殺と如意棒来たか。よっしゃー、必殺カメカメハー。違う、ハッシュ剣だ。33層。うわー、その顔いいね。お、57、結構食らった。伸びろ如意棒、いいね。食らう、あ、避けられてる。強い、来い来い、強い攻撃来るんだ。必殺があるね。じゃあ2枚 で必殺と連で、よし来たー。相手の防御力3。カメカメはあ、じゃんけん、ここでじゃんけん。じゃんけんはここで弱い。弱いのか強いのか。30残像剣やったら相当強いと思うんだけどな。45、ほう、食らうね。お、来たー。ただ相手の防御も読んだが8巻、そうですよね。あと26、いけそう。必殺が来た。4の勝負だと4はきついんじゃないか。なんかね、4とか5だとなんか相手のカードが強くなる気がする。ホラーね、ホラーね。19、やばい、負けちゃう。ここまで来た。相手26なんで負けちゃう。わーお、わーお。43、あと16しかない。おっ、あー、避けられたな。相手の防御8、半端ないな。あー、こっちの防御5だからいけないですよね。ルール大丈夫。途中からなんで、この必殺をかなり強い攻撃を当てれば、おい、超カメカメ派、超カメカメ派だ、来たな。死ね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 。悟空の会心の一撃、ピコロ128。最初からやっとけー。あ、死んでない。マジで？伸びる如意棒。あ、これで倒してくれんかな。超運ゲーじゃん。よーし。俺の全てをこの拳にかける。か、勝ったぞ。なんということだ。このピッコロ様がやれるとは見事だ。だが魔族が消えてなくなると思うな。かくして、要はたった一人の少年が悪魔の手から救い出した。あ、これエンディング、あ、何も聞かない。エンドロールがエンドロールがこれなのか。あ、あ、来た、エンドロール、これか、エンドロール。ドラゴンボール大魔王復活スタッフ、両京作詞作曲、足立春樹。進まない。え、これだけ、え、これだけ、スタッフ、これだけ作詞作曲。あ、チャーリー、アキナブ、僕の見る夢は遠い国。誰もが立ち寄る小さなオアシス。あ、これ自動だな。これエンドロールだな。完全に。樹監督、伝書場と文久、縁画よりも青い空の下で。下だけ読むかな。君が遊ぶユートピア。何これ、何これ。ああ、でもいいや。面白かったよ。すげえ楽しかったよ。優しい君の笑顔は忘れない。いいね。ベイブレードより全然良かったけどな。やっぱレベル上げは楽だったもんな。僕は見つけた光の中に。で、最後のピッコロの城のあのダンジョンだけは結構苦労したな。楽しい君の笑い声聞こえてきて。プログラム。トレイシー・カズヤ。完全にクレヨンしんちゃんのあれじゃん。園長じゃん。僕は飛ぶ広い愛で。どんな絵？滝が流れたのかな。ミュージック足立春樹、ペルードット絵しっかりしてんな。え、こういうドット絵作るのは割と簡単なのかな。デザイン、秋子、優子、桂、安江もう絶対こいつらもうみんな60歳ぐらいいってるだろう。協力、プッツン、ナベちゃん、ピッピー、サダちゃん、橋本。かわいい女の子って意味わかんないよ。本当にかわいい女の子。ありがとうございました。静寂一同。いいね。
バンダイ1988年エンド。うわ、俺生まれてねえし。バンダイ。あ、いいね。いや、面白かった。めっちゃ楽しかった。もうなんかすぐクリアしちゃった。2日ぐらいでクリアしちゃった。めっちゃ楽しかった。あ、もうこれで完全に終わりでー。いや、楽しかったなー。すげー楽しかったなー。やっぱこういうね、短くて楽しいやつを、まあ、実況したいなとか思いよったら、ベイブレードはめっちゃ時間かかったもんね。そう、これぐらいのね、内容がね、素晴らしい。いや、楽しかったなー。さて、次回はちょっとプレツー、あたりをやっていこうかな。あの仮面ライダーとドラゴンボールはずっとやりてえなとか思って、まあなんかね、買ってなかったり、買ったけどできなかったりして、ずっとできなかったからこの2つ早くやりてえとか思ったけど、まあ今度プレ2で、ドットハックボリューム3続けていこうかな。うん、誰も見てないけどね誰も別に誰も見てないけど、だってさ、しょうがないじゃん、あれなんかストーリーペラペラよでも俺はそっからのドットハック GU とかやりたいからやる。じゃあ今回はここまでかな。うん、いや楽しかった、マジすげえ楽しかった、もうすげえ楽しかった、神ゲーです。